つよつよエンジニア社長の須賀沢です。エンジニア兼タレントの池澤彩香です。 CTO 協会っていうのがある知ってますか？強そう。知ってます。600人の CTO が集まってる強強協会なんですよ。 CTO ってだけで強いとされてるのに、会社の技術のトップが600人集まる。その中で今日はですね、強強理事 CTO をお呼びしましたんで、ちょっとこの後呼んでみたいと思います。とにかく強いんですね。皆さんお楽しみにしてください。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日のゲストはグリー株式会社 CTO 藤本正樹さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今藤本さんはグリーで関わってるプロジェクトっていうのはどういう？一番なんかメインのタイトルは開発本部長みたいなのがあって、まあ割とよくある感じで、グループ全体でやってる事業の開発に関わる横断、まあ、明るすぎところだとインフラとか、あとセキュリティとかっていうのから始まって、なんかいろいろ増えて、今 CSQA とかもあったりしますし、あとは上司数みたいなプラットフォームとか、なんかそういう共通っぽいやつが全部集まった部署の、まあなんか VP をやってるっていうのは、まあ仕事としては一番多いですかね。グリーが設立したばかりの頃に CTO を始められて、で現在に至るって感じですかね。多分そうですね。もうあの時別に何も考えずに CTO ってしとくかって僕が名乗ったわけでもないんですよ。スタートアップの始まりとか、まあそんなもんじゃないですか。CTO っぽくないみたいな感じで任命されたりしますか、ね、最初のなんかエンジニアのなんか上の方の人とりあえず CTO って言っとけみたいな。何人目のメンバーですか？手伝い始めたのは多分最初なんですけど、エンジニアとして。ただ僕その頃なんでしょう、副業でお手伝いみたいな感じだったんで、その間になんか、何人か社員の人がいて、なんでその後半年1年ぐらいして正式にジョインして。ちなみになんですけど、グリーってかなりサイズがどんどん変わってきた会社ですよね。なんかやること変わってきたんですか？挫折を繰り返しながらなんとかクビにならずに。今何名ぐらいいらっしゃるんですか？社員でいうと千何百とかで、まあ本当全体いろんな雇用形態の方全部合わせて2000から3000の間ぐらいかなと思います。そんなにいるんですね。その2、3000人いたらエンジニアっていうのはどれぐらいのものですか？どっからエンジニアですかって最近難しくないですか？例えばゲームとか弊社作ってたりもするんですけど、そこでテックアートみたいな職があって、で特に 3D が分かりやすいですけど、のアートの方とあとエンジニアの間に立つようないろんなツール作ったりとかでも、一つの分かりやすい定義は、仕事でプログラミングしたことある人、日常的にする Google App Script とかも入るんですかね？そう、いっぱいありますか。マクロとか、ね、Excel のマクロとかなんで結構難しいなとか思うんですけど、ざっくりどんぐらいだろう、 4,500 人とかそんぐらいのオーダーじゃないですかね。そしたら3割4割とかぐらいかな。結構思ったよりいましたね。 2,300 人いて、そこの CTO ということですね。強強エンジニアっていうのはどういうニュアンスなんですか？はい、多分強いとか言うとなんかちょっとこう硬いから怖いから可愛く言ってるんだと思うんですよ。僕もわかんないです。僕は強強エンジニアと社長って名乗ってるんですけど、とにかくこの番組では駆け出しエンジニアたちも聞いてたりするんですけど、強強なエンジニアの人を呼んで、どうしたらこう成長できるかとか、どう生きていけばいいかみたいな話を聞いてる番組なんですよ。でまず今回第1回一発目として、藤本さんがどういう人かっていうのをちょっとお聞きしてる。プロジェクトのその一つの事業とかを動かすっていうよりはもう全体を見るっていう。そうです。事業横断共通部門みたいなのを、なんだかんだ割とずっとそんな感じで、中にはちょっといろいろあって、事業子会社もレポートライン入ってたりはするし、あとはなんだアメリカでやってるファンドの投資委員会とかも入ってたりするとか、いろいろあるんですけど、でメインはそういう開発共通横断みたいな、まあそういう感じでですね。規模が小さい時はそのサービスについて一番知ってる人みたいなの人が CTO になりがちじゃないですか。そういう立ち位置の人とこう事業を横断してみるみたいなのが得意な人って結構違ったりするんですか？だから本当にいろんなタイプいますよね。そのサイズみたいな軸もあれば、CTO っていうタイトルを持ってる人の中でもその軸足の置き方とか、CTO でも本当プロダクトを作る01でみたいなことに一生コミットしてるみたいなタイプの人もいれば、もっと本当になんか VP 寄りな人もいれば、で僕はどっちかというとプロダクトっていうよりは、まあよく言うのはなんか僕は何を作るかあんま興味がないっていうか、会社ではそこはあんま気にしないようにしていて、そのどう作るかみたいな方を割とずっとずっとやってきてたので、その辺は会社のバランス役割変わるんじゃないですかね。それこそうちの会社は社長
から始まって、うん、これプロダクトこれやりたいみたいなやつらが結構いるんで、なんで俺は別になるほどねって言ってそれを作るだったり、あるいはそれを作るための仕組みを作るみたいなをずっとやってきたんで、まあなんで自然な流れっちゃ自然な流れかな。聞く分けるとこうマネジメントよりかプロダクトよりみたいなところちょっと分かれる。まあプロダクトよりか、技術より、言葉を濁したのは、そもそも別に CTO ってそういうもんじゃねえだろみたいな議論がのはあるんで、経営者としての仕事が CTO じゃないですか。なんでさっき言ったどれも別にそんな CTO の仕事でもないんじゃないっていうか、だから VPOE だったり、あるいはチーフアーキテクトだったり、ちっちゃい頃って特にその辺いろいろごっちゃになるんで、まあそれはそれで否定すられないし、後半どっかでこう CTO とはみたいな、それ下げたいなって CTO ってすごい漠然とした漠然としてるので、私が所属してるとこいないんですよね。まあでもその新しいプロダクトの設計はこうだよねみたいなレビューみたいなのもされてるんですか。少なくとも会社としてオフィシャルにそういうゲートは設けてはいないですね、僕は。基本的にそこのエンジニアの責任持ってる人が、まあやればいいんじゃねえっていう、本当時と場合によるっちゃよりますけど、っていうのはあります。ここ数年で携わったもので印象深い、まあ、プロジェクトというか業務というか、すごい申し訳ないですけど、ほとんど全ての仕事を投げ打ってっつうか、誰かに任せて平井エンジニアやってた時期があって、面白そう。肩書きは CTO のままだけど、まあそうですね、でプロダクト作ってるチームに入って延々、書いて、そのレビューをするのが新卒 2,3 年目の人みたいな。どういう感じの、それはプロダクトというか、普通にゲームのクライアントを書いてました、ね。開発そんなに好きなのにこう CTO をやられてるのはなぜ成り行き。半分ぐらいは打算、打算通とあれですけど、これは会社でもよく言ってるんですけど、僕今40でまあまあいい年になったなっていうか、感じが41なんですけど、なんだけど最近なんか70まで働けみたいな感じじゃないですか。そうすると、まあ、ざっくり20から50年間って考えると、まだ半分もいってねえみたいな感じなんですよね。で、そこからじゃあ、あと30年、こう、ちゃんと生き抜いていかなきゃいけない。自分がどうやって生き残っていくかとか、あるいはその市場価値を上げていくかっていうのは、まあ、自然にみんな考えるべきだと思ってるし、それは本当、なんかよくみんなに言っているし。IPO 時の役員ではあったっていう。あ、それはそうですね。あ、そうですよね。そうすると結構、まあ、資産がで、まあ、やらしい話なんですけど、資産ができて投資側に回る人も結構多いかなと見てるんですけど、それで70まで食べていけるみたいな、そうはならなかったんですか。それで70までいけるかどうか、別に投資の何の才能も別に、トラックレコードもないわけだしっていうのだと、まあ、やってることとかっていうのは普通にヘルもあるし、まあいいかなっていうのは、まあっていうのが半分、3分の1ぐらい。すごいやっぱりエンジニアとかも多いと思うんですけど、藤本さんが一番上に君臨してそういう感じだと、なんかみんなリラックスできたりとか、なんか動きやすい気はしますね、下にいる認識感はありますけど、責任者あるいはリーダーとしてやるべきことはやるわけですけど、別に上から下っていう風に考える必要ないじゃないですか、っていう感じの人がいてくれるとなんかみんな収まりやすいというか。ちなみになんですけど、あの実務に一度戻られたっていうお話さっきしてましたけど、はい、それ戻った理由とかってあるんですか。まあ、以降はその時直で見る文章が短期的にいろいろうまくお任せできてなかったっていうのが一つと、自分が本当になんかエンジニアとしてどんな感じかねっていうのもちゃんと、まあ本当ただのわがままですけどやってみたいっていうのもあったし、あとはその会社でなんかいろんなところで人によってとかチームによって全然やっぱ見える景色違うので、具体的に言うとプロダクトでコード書いてると、これ言い方あれですけど、会社のこととか本当どうでもいいですわかる。自分の場合作ってるプロダクトとチームで本当世界が完結するんで、こんなんか世界ですもんね。まあ、そうですね。でも逆にその共通部門としてはそういう景色、感情、働き方とか時間の使い方っていうのを分かった上でコミュニケーションをしたり、なんか考えるのやっぱすごい大事だ。ちょっとじゃあ時間が来ちゃったんで、後半ちょっとあれですね、やっぱり歴史がすごく面白いので、ちょっと入り口から今まで聞いてみたいなというふうに思います。つよちよチャンネルでは全国のエンジニアの皆さんの役に立つ動画をどんどんアップしていきます。チャンネル登録お願いします。